はい、どうも。こんにちは、勇者です。さあ、今回はこちら行きたいと思います。フロントミッションの3、サードですね。1も2もやったことないんですけど、まあ、サードからでも十分楽しめると、お聞きしたので、サードから行きたいと思います。はい。全く知りません。ただ、男性が好きそうな雰囲気をしますね。戦争系ロボット。はい、5。例によって、とりあえず何も調べずいきます。ただ、なんか、シナリオ分岐があるらしいので、そこに関してだけは、ちょっと、調べました。はい、それで、リクエストがあった方のシナリオに行きたいと思います。それ以外は全く調べてないです。Закрываю, быстрее. Есть. Что, нарушается план? GDF начали действовать, докладывает информбюро. Хорошо, довольно. Не будет неожиданно, можно будет пересмотреть план. Положимся на них, на наших детей. たくわからんな。日本国防軍って言ってましたね。ちょっと現代っぽくしてるけど、ちょっと時代が違うみたいな。パラレルワールドみたいな感じなのかな。それとも未来の話なのかな。バンツァーから降りろ。これバンツァーって言うんや。暗いな。コンテナが収容されて、誰もいない。何かが盗まれた。数ヶ月後、沖縄海洋都市は新世界貿易港を目指して普通に CM みたいな始まった。最大の人工島です。これ沖縄。最大全長 5.9km の都市内には横浜港の実に2倍という面積を誇る国際港をはじめ、商業、娯楽施設、住宅を備え、人々の生活を支えています。また環境への最大限の配慮として、海に流出した汚染物質を全て回収浄化する機能も装備しております。沖縄海洋都市は世界の未来をこれからも見つめ続けていきます。おおおお、 CM いいですね。映画みたい。沖縄がこんなことなってんねや。うわー、すごいね。もう大都会ですよ。日防軍区方面。基地はあるんよね、やっぱ。
なんかでもあれですね、集団自衛権がどちらこちら言ってる今の時代にちょっとリンクしてるような、こんな未来もあるかもしれないっていうやつですね。霧島重工。システムチェック完了を確認した。OS にパイロットデータを登録してくれ。了解、パイロットデータ登録します。どうしよう。勇者と申します。竹村。すげえ、すげえ。どうしようかな。どうしようかな。なんて入れようかな。とりあえず漢字で入れようか。ふ、じゃあニートにしよう。まず名字はちょっとニートにしましょうか。いやいや、ちょっと待って、新しい港と書いて、あれ？ないね。違う。ちょっと待って、シーンか。パールな。シーン。港と書いて、ニート、勇者にしましょうか。ねえ。ニート勇者、和樹勇者。斬新な名前になるとかった。危ない。はい、ニート勇者で、オッケー。登録確認。霧島重工生、次期戦略バンツァー、瞬陽最終テストを開始する。何言ってるか分かんない。瞬陽っていうものに乗るんかな。どうした。こっちは準備できた。勇者バンツァーを起こしてくれ。寝とんの？バンツァーって。あ、起きた。これ？うわ、いいやん。これに乗れんの？起動完了。これはいいよ。起動確認した。まず足回りのチェックをする。こちらの指示する場所に移動してくれ。はい、了解。自分で操作するのかな。うわ、かわいい。移動目標地点はここだ。はい、了解。ターン1、プレイヤーフェイズ。ユニットが移動可能なのは、スクエアが青くなっている範囲です。カーソルを動かして移動位置を決めてください。あー、なるほど。これはファイヤーエンブレム的な。ここだ。行動終了を選択してください。行動終了。はい。地形によってマップが見にくい場合は、マップを回転させられる。はい。なるほど。あ、うわ、面白そう、これ。めっちゃ面白そう。これでいこう。攻撃もできんねんな。あー、範囲広いね。敵がいないから攻撃できないのかな。あれ？ここでしたっけ？目的地。ここやったっけ？行動終了。目標地点の確認するぞ。あれ？そこか。当てた、やっぱり。はい。ここだ。
目標地点到達を確認した。次は武器を使ってみようか。よっしゃ。チュートリアルですね。このバンツァーは左腕にショットガンを装備している。右腕はナックルで格闘戦闘を行うことも可能。おお、出た出た、ライバル。シャアシャア専用が来たぞ。おっと、あいつ射撃、格闘両方のデータが欲しい。とりあえず両方の武器を使用してこのバンツァーを攻撃してみてくれ。オートパイロットを非戦闘モードに設定してあるから危険はないはずだ。了解。ラブリ殺しにできるってことね。移動後に表示されるコマンドメニューの攻撃を選択すると敵ユニットを攻撃できる。攻撃範囲は武器によって異なる。ショットガンの射程は3スクエアです。攻撃を選択すると射程内のスクエアが赤くなる。はい、わかった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 、 OK、 わかった。武器を切り替える。はい、あー、なるほど。はい、ショット3型、あれショットって読むんですよね、多分ショットガンやから。こういう感じか。まずはショットガンで一発撃ってみますか、この高台から。おお、つのぼったからの当たらへんのかい。範囲外来てもた。止まって止まって、こっちに行こう。ここなら当たるでしょ。よっしゃ、いけいけバカ野郎。いいよ、ショットガンの経験値が上がった。エネミーフェイズ、彼は動かない。よし、次は近づいて上行ってみようか。上からピアーナックルでドッツク。ピアーナックル、ほらバカだれが、ほらパーツ破壊。あ、もうこれ殴り殺すでいいのかな。後ろに回り込んでのピアーナックル、やったパーツ破壊強いね、なかなか。おお、いいですよ、攻撃でガンガンいけばもう倒せるんじゃないですか。ほら、まだ倒れない。5ターン目、じゃあショットガンで近距離からショットガン。おら、よし、イエスだ。よし、ここまでしようか。日防軍技術兵、ちょっと待ってくれ、今待つことがあんねん。すまんが、オートパイロットを戦闘モードに設定してこのままテストを続けてほしいんだ。戦闘モードで、今横須賀基地の司令部から連絡が入って、なるべく実戦に近いデータを取るよう指示があって、実戦データなら納品後にそちらででも取れるじゃないですか。今あれに乗ってるのはうちのテストパイロットですよ。わかってるって。でもデータの内容次第ではこのバンツさんの正式採用が決まるって横須賀言ってる。いや、それにしても俺やってもいいですよ。おい勇者、お前分かって言ってるのか。大丈夫ですって、このバンツは今までの日防軍のよりかなりいい出来です。すまねえな、まあ、せっかくここまで間に合わせたんだ、もう一頑張り頼むぜ。わかりました。おい勇者、くれぐれも気をつけてくれよ。了解、実戦訓練行こう。今度のやつはオードで動いてきょるってことやな。まあやり返してきょるってことですよね。旧式のものをつけてるとは言っても実弾だ、危ないと思ったらすぐ行ってくれ。あかんやろ、あかんやろうと思うけどね。戦闘でダメージを受けるとパーツの HP が減っていきます。 HP が0になるとそのパーツ破壊され使用不能になります。はい、ボディの HP が0になった場合、そのユニットは破壊され、マップ上からなくなります。はははは。アームが0になったら、武器が使えなくなる。はい。レッグが0になったら、移動が1回に1スクエアになっちゃう。はい。了解。攻めるぜ。取るかな、取るかな。ちょっとガタ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 。え、え、届くの？反撃武器選択。届かへん、届かへん。うわ、向こう、距離が。やろう、やろう。
行かれた円形一気に詰めるよ。いやなく、おぶら遠距離ばっかりやがって。よし、フィアなく反撃、フィアなく。いや近い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 、いつのこれ、あぶら。多分今はこうやってゴリ押しで勝てるけど、そうもいかなくなってくるんでしょうね。痛い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 。いや、なく。ショットガン行こうか。あ、右腕破壊してる。こら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 。これで両腕破壊。ボディも破壊しました。よっしゃー、撃破。はい、プラチナランクゲットしました。よくやったぞ勇者、これでチェック終了だ。上がってきてくれ。了解。いけるいける、全然いけるわ。インターミッション。ちょっとセーブしておきますか。もう一つミッションが終わったのかな、これ。こんな感じでどん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 やっていくんですかね。こう、クエスト的なミッションみたいな感じで分かれてるのかな、もしかしたら。これ、こういう系あんまやってないですからね。日防軍に言って、いいバンツァーだ。満足できる性能だよ。え、うちの自信作ですからね。なあ、小池さん。横須賀の方から納品の催促が来てるんだ。すまないけど、なんとかできるかい？え、輸送用のヘリを呼んであります。とりあえず新型2機、なんとか間に合わせますよ。おです！お、勇者君、さすがいい腕をしてるな。相変わらず新機種への対応が早いじゃないか。テストパイロットなの。いや、それほどでも。小池さんが急に納期が早まったのによくここまで、あ、小池さんも急に納期が早まったのによくここまで調整ができましたね。まあな、うちにとっちゃ日防軍に食い込むチャンスだ。力も入るか。国防予算のスーパーセントは魅力だからか。けど見たところ、あのバンツァーは強襲型ですよね。専守防衛の国のバンツァーにしては攻撃的すぎるんじゃ。戦争でも始めるつもりなんじゃないの。うわ、イケメン来た。イケメン来たな。良子。それはないよ。戦闘用バンツァーを作ってて言うのも変だが、日本は戦争から一番縁遠い国だからね。なんかすごい時代を感じるな。表向きは、でしょ。確かに俺たちも外に出る機会が多くなったからな。OCU 内でも、アロルデッシュの一件から内戦が増えた。何や、アロルデッシュ。数年前にも支援のため国外へバンツァー部隊を派遣してたし、民間人を守るために満足な武装もないまま戦闘に参加して全滅したってやつか。ああ、その時の教訓が今に生かされてるってわけだ。だが専守防衛の思想は変わっちゃいないよ。まあ日本で戦争が起こるなんて思ってないけどね。すごい、なんかタイムリー、話題がタイムリー。おい、リョーゴ、なんでお前ここにいるんだよ。お前横須賀で働いてたんじゃないのか。なんでって、仕事だよ仕事。横須賀似合うわ。作業用バンツァーを納品しに来たんだよ。今海洋都市で修復工事が行われてるんだ。寮母にはその工事のためのバンツァーを運んできてもらったんだよ。そんな仕事お前じゃなくてもいいじゃないか。なんで怒ってんの。いやいや、俺って信用されてるから。沖縄に行かせてくれって部長に泣きついたんだろ。あれバレてた。まったく、そのいい加減な性格少しはなんとかしろよ。いいのいいの、俺は全く気にしてないから。よくわからん。なぜ沖縄に来たかったんや。さてと、勇者には横須賀の基地まで新型の納品に付き合ってもらうぞ。準備があるから出発は夜中だな。それまで仮眠でも取ってくれ。あら、勇者さん、今日も残業ですか。全くよく働くね。寮母もまだ仕事が残ってるだろう。さっさと作業用バンツァを持っていけ。はいはい。
な、俺の仕事に付き合わないか。なんで俺が付き合わなきゃいけないんだよ。冷たいこと言うなよ、友達だろ。なあ、居住区の工事現場まで付き合ってくれよ。付き合ってやる。あ、ここや。ここで付き合ってやるを選択するのと、付き合わないを選択するで、シナリオが変わるみたいなんですけど、今回は付き合ってやる編でいきたいと思います。ほい。分かったよ、付き合えばいいんだろ。やっぱ持つべきものは友達だよな。会話をちょっと聞いとこう。ちょっと仕事を終わらせようぜ。いつでもテスト上を使っていいぞ。と言っても疲れていてそんな気分じゃないだろうけどな。はい。ネットワーク、移動、バンカー、テスト上、居住区画。うわ。え？ここってことか。あー、はははは。いちいち凝ってますな。いちいち凝ってるね。なんか。フロントミッション3ってスーファミ？プレステ？まあ、どっちにしろ結構ちゃんとできてますね。すごいね。えらく大規模な工事じゃないか。けどなんか日防軍の兵士が多くないか。そりゃそうだ。ここの工事は日防軍が仕切ってるんだからな。なんで軍が都市の修復工事を仕切ってるんだよ。怪しいね、なんか。日防軍でねえとできない仕事なんだろ。怪しいね。霧島重工ですけど、バンツァーの納品に来ました。ご苦労さん。バンツァーをこのまま地下に下ろすから、そのままにしておいてくれ。わかりました。受け取りにサインお願いします。ここは危険だからうろうろしないですぐに帰れよ。毎度どうも。行こうぜ、勇者。なんだ、まだ用があるのか？あ、いや。何やってるんだよ、勇者。置いてくぞ。話聞いてみようか。用が済んだらさっさと帰れよ。何考え込んでるんだよ。いや、なんでもない。なんだよ、またアリサのことでも考えてたんじゃないのか。何言い出すんだよ、お前は。いいよな、血が繋がってないとはいえ、あんな可愛い妹がいるんだから。まあ、血が繋がっていたらあんなに可愛くなかっただろうけど。やかましや、おら。さて、仕事もまたさっさと戻ろうぜ。せっかく沖縄に来たんだから楽しまないからな。妹がいるんや、アリサっていう。早く戦闘させろや。いつになったら戦闘させてもらえんねん、これ。なんか怒るんやろ、どうせ。どうせその工事現場でなんか怒るんやろ。お、戻ってきたな。なんだ、勇者も、こいけ、この野郎。はぁ、まあ、ちょっと。お前ら本当に仲がいいな。ちょうどいい量をお前にも横須賀まで付き合ってもらうぞ。え？は？またまた冗談が上手いんだから。俺まだ沖縄に来たばかりですよ。仕方ないだろ。人手が不足してるんだ。それにお前の仕事はもう終わったんだろ。だったら問題ないな。え、マジかよ。日帰りなんて聞いてないぜ。仕事なんだぐだぐだ言うなよ。そういえば勇者の親父さんも横須賀基地にいるんだってな。確か日防軍の将校だろ。あ、そうなんや。どうした？ダメダメ、こいつに親父の話はタブーですよ。こいつ親父の中は最悪ですからね。ああ、そうなのか。悪いこと聞いてしまったかな。気にすることないですよ。仕事なんだからグダグダ言うなよ、ユーセフ。分かってるよ。バンツァーの積み込み作業はもうすぐ終わるから、出発の準備ができたらヘリポートに来てくれ。はい。一応話しとこうか。さっさと終わらせて早く家に帰ろうぜ。ヘリポートへ移動しろ。あ、それと社員用のフォーラムに入れるようにしといたから、後で目を通しておいてくれ。何し社員用のフォーラムって、これネットワークのことか。社員用の掲示板的なことですか。なんだこれは。変貌。インターネット的なことかな。シークレットフォーラム。アクセスする国を選択してください。うわぁ、かっこよくしようとして滑ってるパターンやな。すごいな、これ。企業、政府、企業、霧島重工特殊事業部、JBNN。なんかいろいろあるな。JBNN 編成局。いろいろ情報があるんですかね、こういうとこに。
社内情報終了。人事堂、あ、2位と勇者、横須賀 WAP 試験場試験課勤務。社外向きフォーラムのアドレスが変わりました。新しいアドレスはなんちゃらなんちゃらです。各担当者は社外、対外書類のフォーラムアドレスの再確認をお願いいたします。あ、新しいの出てるな。これ出てるね。霧島 ID、 霧島 ID 事業内定。霧島重工っていうのは要するにバンザーを作ってるんですよね。阪神の統廃合によって霧島重工は世界的な販売網の強化を図るために、これまで製品別に展開していた販売会社を統合再編いたします。これにより OCU、EC、USN の三極体制が実現することになりました。来年度からは霧島重工の製品は各地域会社が販売の窓口となり、これまで以上に地域へ密着した営業を進めてまいります。さらに情報収集力の強化と経営の合理化も推進する見通しです。設立する株、販売会社は次の通りです。霧島重工 OCN 販売シンガポールで、 EC 販売がフランス、 USN 販売。なお旧 CIS と体感中は OCU 販売がアフリカ諸国に、あ、体感中か OC、 アフリカ諸国に関しては EC 販売が扱わせていただきます。今後とも変わらぬご愛顧をよろしくお願いします。ショールームだけ見とくか。バンザーの、陣容、110式陣容。なんかちょっとなんか古い感じ。遠洋はちょっとドームっぽい感じか。スカートみたいな。春洋。これがさっきのやつ。何かカエルみたいやな。12式装甲車。ははこんなのなんか。MMG3 号艇。あ、海ね。海もあると。ええやん。オッケーオッケー。だいたいそこら辺を使って戦っていくわけですな。まあ、資料はこの辺にしておきますか。多分、ちゃんと見ないとダメな部分もあるんだと思いますけど、まあ、そこまで関係ないでしょう。適宜ちょっと見ていく形でいきたいと思います。よし、それではヘリポートに移動します。おー、沖縄から横須賀へ。いちいち凝ってるな。すごい、いちいち凝ってる。面白そうな雰囲気はかなりありますけどね。まあ、こういうゲームもあれですよ。完璧を求めてやる方も多いと思いますけど、なんていうの？もうきっちりね、すべて出していってみたいな。まあ、それはちょっと実況向きではないと思うんで、まあ、僕はもうあえて何も見ずに、またいつものごとく適当プレイで、クリアを、純粋にクリアだけを目指すという方向でいきたいと思いますので、はい。その辺はご了承くださいね。攻略に関しては攻略の動画とか、まあ、サイトを見ていただいて、実際にプレイを楽しむという方向で僕はいきたいと思いますので、よろしくお願いします。身分証明書。霧島重工のものです。新型のバンザーの納品。霧島重工さんね、連絡は受けてます。さ、仕事も私帰ろうぜ。何寝ぼけたこと言ってるんだ。勇者、寮母、バンツァーを下ろすぞ。まだ働くの？いいから早くしろ。敵襲ってきおらへんかな。
歩き方がなんかちょっと、歩き方がすんごいテンション高い歩き方やわ。ワクワクする。おい、来た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 。爆発？ほら、やっと来た、やっと来た。はよ、来い言うてんねん、それ。市内において爆発事故発生。各員被害状況を確認せよ。二次災害の恐れあり、災害担当者以外は避難場所へ移動せよ。一体何が起きたんだ？事故のようだな。事故なわけねえだろ。なんか出た。なんか出た。なんか出た。何あれ？飛行機？ガードシステムが作動している。どうなってんだ。民間人がいるんだぞ。早く止めろ。ダメです。コントロールを受け付けません。ここは危険だ。輸送ヘリを避難させろ。お前たちも早く逃げるんだ。え、え？ひで、置いてきぼりかよ。乗せたれよ。え、え、え？まずいぜ、あの砲台、事故で行かれちまってる。うわ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 、このままじゃ危険だ、やつを止めるぞ。乗ってた人も心配なし？おい、マジかよ、あいつと戦うってのか。黙って死ぬよりいいだろう、急げ。へいへい。どれと戦うの？砲台を倒すんですよね。これやね。これ多分相当範囲は広いからね。行くぜ行くぜ。お気に入りのナックルで。やったー！入った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 。よし。いいねいいね。これで。撃つべし。弱っ。マシンガンやん。弱っ。あ、来るよ。痛い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 。撃て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 。よし、撃破。えい。いいね。来る、来る来る来る。反撃できない。そうか、これ位置関係を反撃はできるような位置取りを常にしていかないとダメですね。了解。分かった分かった、そういうことや。反撃は常にできるような位置関係で攻めないと。ピアーナコー。痛い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 。この野郎、どついてばっかりだよね。よし、またいいところ持っていった。 OK。 これね、ちょっと交代できんのかな。先にこの人動かしたいんやけど、絶対順番こいつからなんかな。絶対こいつからっぽいな。どっちかというと先こいつから動かしたい。届かない。こいつの攻撃範囲がまあまあ広いと思うんで、一旦ここで待機して、ここから攻撃を入れる。よしよしよし。多分反撃きます。おっと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 。痛い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 。おら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 。残り15からの
からのですよ。ここで攻めてソフトガンで、いけー。これでも軍の施設勝手に壊して持ってるけどいいのかな。いいね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 、効いてる効いてる。39% とか今 59% とか出てるんですけど、これがもしかしたら、あれ弾がなくなった、あれこれがダメージの減退というか、多分距離が遠ければ遠いほどダメージが減るんでしょうね、多分ですけど、ある程度得意距離みたいなのがあるんでしょう、おそらくは。これ 62% 入ったー、イエスター、ステージクリアです。戦闘回数えらい引かれてるな。もっと早く倒せたやろってことか。まあまあ確かに真ん中ぶっこんでいきゃ倒せましたけど、そこのバンツァー直ちに武器を捨てろ。なんだとこら、なんでやねん、なんでこっちが反乱軍扱いやねん。ちょっと待ってくれ、俺たちは別に怪しいもんじゃない。車来た。この者たちはメーカーのテストパイロットでして、事故で暴走したガードシステムの処理を頼んでいたところであります。あとは我々が処理する。民間人はすぐこの危機から退避しよう。一体何があったんですか。おいよ、軍基地の爆発はただごとじゃねえよな。民間人がそれ以上知る必要はないな。この基地はまだ危険な状態だ。納品のバンツァーは我々がここで受け取る。この基地から早く出ろ。なんて言い草だ、俺たちは死にかけたんだ。これ以上ここにいれば本当に死ぬことになるぞ。俺たちを脅すつもりか。わかりました、我々はここで失礼します。落ち着け勇者、後の対応は社がやってくれる。おい、そんなんで納得できるか。詫びの一つぐらい入れろ。やめとき勇者、奴ら本気だぜ。なるほど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 、いいね。まあ、何かしら軍内部で、軍の基地内部で何かしらが起きたね。ちょっと軍の情報にアクセスしてみる。憲法、いやもういいからこれ。チェックメイト、メールとかもできんねや。センドメール、送ることもできんねや。すげえ。よく。専門メールサービスでよく。すごいな、これ。へえ。はい。本当に普通のメーラーですね。すごい、なんかインターネットがちょっとずつこう、なんていうかな、こう普及してきた時のゲームって感じやね。外務省、国土交通省、あんま関係なさそうやな。よし、じゃあセーブしてこの辺で第1回終わりたいと思います。はい。でちょっと画面が暗い感じがするんで、それだけ調整させてほしいのと、あ、調整しますっていうぐらいかな。はい、よし。
ということで、これも、フロントミッションサードも、ガン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 やっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。また、再生リスト、動画概要欄の方に置いておきますので、そこから全部見ていただくか、まだ動画がない場合は申し訳ないんですけど、ちょっと待ってくださいね。チャンネル登録とかしておいていただけると、更新の多分メールとかが行ったりとか告知があると思うので、そんなんも利用していただけるとありがたいですね。はい。よろしくお願いします。では、次の動画に移動してください。